さあ来ました。来た浅田誠吾、宇佐美圭。さあ浅田誠吾、宇佐美圭。さあビッグカードですね。肩抜き宇佐美 VS 誠吾ロイ。なんかこの2人宿命の対決みたいになってきてますけど、まあ宿命の対決ではないですね。今のところはまあ浅田誠吾選手全勝なので、さあここは期待しましょう。山田裕貴は鈴木陽平選手に、下されてますんでね。キノコ残ってる、できたら申し訳ございません。パーフェクト放送チャンネルからご覧ください。さあ宇佐美圭、浅田誠吾の対決。コークですね、アゲンですね、アゲンです。さあその内につけた浅田誠吾、 TV また触ったよ、 TV また触った、また触った。パーフェクトページに来ました。さあ面白いことになりそうですね。浅田誠吾 VS 肩抜き宇佐美。さあ大きな大きな壁、浅田誠吾を超えられるのか。さあ下に打ち替えます。伊良部選手は、敗退しております。肩抜きだ、肩抜きですね。肩抜きっていうのはやっぱ肩を下げる、腕を伸ばしすぎない、そんなイメージ、イメージとしてはですね。もうちょっと理論があるそうなんで、今度宇佐美選手聞きます。さあここでトンエディ、ああ分かる、なんかすごいワンフォーティーきました。さあそして57チョイスだ、そして24、ね、すごいすごいリズムだ。今日も浅田誠吾なのか、浅田誠吾は今日も大爆発するのか。いやーすごいですね、すごいスキルです。さあそして宇佐美先行のクリケット、
ぽいですね、ぽい。上に角度を上げてますね。まあひょっとしたらちょっと手、なんていうんですかね、腕の振りが甘いような気もしますけどね。浅田もそうですね、肩抜きになってますね、肩抜き。いやちょっともうちょっと浅田聖吾はちょっと違う気がしますけどね。さあそしてここ来た、さあここ6本来ましたね。さあ60加点からのカットからのここ戻った、ビッグラウンド戻って決めてきましたね。さあそして宇佐美ここチャンスですね。ビッグランちょっと早かったですね。いやそれはね僕も確かに浅田聖吾用、まあいろいろあるんですよね、ビッグラウンドも浅田聖吾用ビッグラウンドとやっぱこうね、西哲平用ビッグラウンド、対戦相手によっても使い分けてますけどね。はい、ちょっと浅田聖吾に対してちょっと早かった。さあオーバーからですね。宇佐美選手はやっぱり20強いですね、20はやっぱり強いです。でからの、いやーやっぱ浅田聖吾用ビッグラウンドはやっぱちょっと違いますね、もうちょっと外さないですもんね。さあカットからの、うわ肩抜き宇佐美ピンチだ。宇佐美も大きなミスはそんなにしてないんですけどね。からのホワイトホースビッグラウンいやーすごいわ、いやーすごいですね、もうとっとと世界に行ってくださいって感じですね、浅田聖吾。さあここでこの辺が冷静になれますよね、浅田聖吾。ああ冷静に一泊置きながらも、まあ、この点差だったら大丈夫だとブルに行きましたね。さあここインナー絡めたいですね。ソフトのね世界一、ただあのイラガンも一の選手に3回ぐらい負けてますもんね。だからどうなんですかね、一の選手が海外遠征した時には確かマレーシアで2回勝って、その前も香港かなんかで1回勝ってますよね。だから、すごい荒れたらしいですよ、イラガン選手が一の選手に負けた時は。はい、誰でしょうね、まあやってみないと分かんないですね。はい、やってみないと。
ただその3回ぐらい千野選手は3連勝ぐらいしてますよね。さあトム・エティスタート、もうはいはいの状態ですね。ビッグラウンド、浅田聖吾にビッグラウンド。いや今日はもうバチバチですね。もういつもに増して良さげですね。さあ宇佐美系肩抜き宇佐美、綺麗に肩抜いた、肩抜き宇佐美、どこを見て跳ねる。いやーもうちょっとねありえないっす。浅田聖吾はもうちょっと別次元ですね。これはちょっとさあ肩抜き宇佐美も迫る、肩抜き宇佐美、やばいですね本当。からのからの珍しいですね、枠外しましたね。さあ肩抜き宇佐美もいいダーツしてんですよ、そんなダメなダーツしませんよ。からのもう一本ですね。さあ浅田聖吾、からのはい、いやいやーないわ。あの台湾のこの間台湾遠征行った時の話らしいんですけど、やっぱパーフェクト放送ものすごく見てて、外国の人がですね、あ台湾の人がやっぱりすごかったらしいですね。オーガッタみたいな。だから僕も言われますもんね、韓国でおビッグラウンドって言われますもんね。さあ浅田聖吾、いやーこれはちょっともう手つけられないですね。いやーいやまあ、トリプルを外さないですからね、まあ、なグッドゲームで、これ宇佐美選手も30ぐらい打ってましたよね、グッドゲームでした、はい、今日も多分優勝ですね、優勝ですねって言ったらいけないですかね、僕はまだ分かんないですよ、まだ分かんないです、はい、ただその山田選手が敗退して、でなおかつ、千野選手も敗退なんですよね。ただ開幕戦と、まあ、その次ですね、第2戦とですね、浅田選手伏兵に敗退していますので、まあダーツはどうなるか分かんないのでですね、期待して見てみましょう。10th anniversary.